人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちと PS4 と40代プレイということですね。今回プレイするソフトは逆転裁判になります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。おお、なんかすごい動きのある絵だな。さっきは全然違う。誰かが殺される瞬間、なんか二人いるけど、え、何これ、今なんか二つのビルで同時にってこと。人形何あれ、なんか千代さん似てるけど、2ヶ月後。ああ、なんで、いや別にいいんすけど、生活できてんのか。そんなことよりそこ心配するわ。ん、誰っすか、誰、お姉ちゃん裁判、聞いたことある展開だな。なんか何すか、殺人事件、そんな名前やってんだ、あの事件って。うん、無敵、なパターン似てるよね、確かに。ほほう、科学捜査官、すげえな。うん、高校生か。違うの、殺されたっていうふうに言われてるってことか。なんかこの子、今回助手になりそうだな。あ、そうっすか。違うのかい。
とりあえず行くか。勝手知ったる留置所。おお。どういうこと？誰だ？看守にこんだけいるって、警察の人？軍服？似てるねー。そうっすか。ほおずきさんだ。検事局の人か。似てるよね。これで夢落ちだったらすげえけどな。うん、被疑者が、うん、あんたが、うん、午後5時15分、そうそう、刑事。うん、え、なんすか。検事局対警察ってことか。うん、ほうほう。もう横文字ばっかり。すいません。そうそうそう、うん、うん、え、まあその理由があるってことだよな、多分。弁護していいの？
雑だぜ。ほんとね。なんだ。行くしかねえな。まあ、とりあえず現場行くしかないですよね。おお、ここが検事局の地下か。なんかいろいろ置いてあるな。誰だ？何この人？わけわかんねえ。これもせてこいつが刑事とか？完全なアメリカかぶれ。何飲んだこいつ。酒か？あれ、なんか落ちた。なんか落ちてるな今下に。なんかこれなんだろう。これ気になるな。え？科学的じゃねえぞ。大丈夫かな。え、そんなのあんの？はいはい。え、そんなことできるのこれ。これを。あ、本当だ。へえ。あ、なんか入ってる。ほう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 。開けるってことか。あ、正しき道を。そしてこの被害者の財布。ID ナンバー関係あんのかな。わかりました。で、あと調べるとしたら何だろうな。あ、スライドできるのか、スライドも。これ何？また来たの？何飲んでんだよ。わかりました。なんすか。誰？女の人？また全然違う雰囲気。なんでおにぎりあの同心ところの。どういうこと？はあ。よくわかんないけど。
げえ名前。入れ替わったな、雰囲気。もう人が見た人？一ノ谷京香さん。左目の時は優しいのに右目の時はめっちゃ怖い。何を、うん、そうです。はあ、なるほどね。表彰式？怖い怖い。仮の短冊切り。もう言い回しが。匂ってきそう。彼、そうそう。怖っ。気になるわー。とりあえずけど、上級検事室行こう。はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、また新たな事件が来たんですけども、ちょっとなんかね、いろいろ思うとこありますよね。なんだろうな、不思議な事件だなこれ。まあ多分先が長くなりそうですけども、またお付き合いください。またね、プレイステーション4のソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントがね、苦手になった方はグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。